皆様、こんにちは。今回、第18回 IGF 年次総会の開会演説セッションにようこそ。それではまず、国連加盟国の皆さんに演説をお願いしたいと思います。まず最初は、鈴木淳二日本国総務大臣に演説をお願いいたします。 では鈴木大臣どうぞ李淳波国際連合経済社会担当事務次長 ベラ・ヨーロバー欧州委員会副委員長ドリーン・ボグダン・マーティン国際電気通信連合事務,局事務総局長アブドゥルラ・アルサファー・サワーハサウジアラビア情報通信技術大臣村井淳慶応義塾大学教授トリプティン・シンハーアイキャン理事長シグビョロン・イエルスバーグノルウェー地方自治地,地域開発大臣マヘッシュー・カサル 楽天シンフォニーシニアバイスプレゼント、ウィント・サーフ、インターネット・ガバナンス・フォーラムリーダーシップパネル議長、ビオルン・ベルゲー、欧州評議会事務次長、エリア・マニ・ラルタイカ、タンザニア高等裁判所判事をはじめ、ご来賓、ご列席の皆様、こんにちは。さまざまなステークホルダーが世界中から一堂に会し、インターネットに関する多様な課題について議論を行う。 インターネットガバナンスフォーラムが今回初めて我が国で開催,でき開催されましてこのように皆様をお迎えできることを誇りに思います世界の各地からこの京都にお越しいただきました皆様を発足を代表いたしまして歓迎いたしますとともに感謝を申し上げますまた2006年の第1回会合以来18年にわたって本フォーラムを主導してこられました国際連合をはじめ 関係者の皆様方に心より敬意を表しますこの30年間インターネットが世の中に広く普及して私たちの生活仕事コミュニケーションの在り方は一変を致しました今ではインターネットを通じて国境を越えるさまざまなサービスやコンテンツの提供が行われておりインターネットは我々の日々の生活をそして経済社会活動に不可欠なインフラとなっております また多様な表現、あらゆる知識、世界各地の報道への自由なアクセスを可能とする民主主義の基盤でもあります。本フォーラムが開催されてきたこの18年の間にも、多くのイノベーションが生まれ、インターネットを通じて提供されるサービスの多様性と重要性は高まり続けております。インターネットについて徹底的に議論する本フォーラムが、オープンかつ民主的、 法法制的なプロセスを重視するるるここととととを基本理念としていることは大きな意義が,意義があると考えます常に変化しているインターネットについて議論するときにこれらの基本理念に基づき世界の多様な人々がマルチステークホルダーアプローチにより対等な立場で対応を行うことが実りある議論の源泉となりますまた自由で分断のないインターネットの発展は自由で豊かで 民主的な未来につながりますこの京都での会合が、その未来に向けた礎となることを確信しており、我が国も発足国として大いに貢献したいと考えております。さらに、世界中で全ての人々がインターネットの恩恵を十分に享受するためには、インターネットの利用を可能とする通信インフラの整備が不可欠であります。現在世界中の 多くの人々に高品質で低廉なアクセスが提供されておりますけれども、一方でいまだに十分にインターネットを利用できない人々がいるのも事実であります。また同時に、将来のさらなる技術革新に対応したより高度なネットワークの開発と普及についても考えていかなければなりません。もちろん、インターネットがもたらす負の影響から目を背けてはなりません。偽情報を含む 違法有害情報の拡散やフィッシング詐欺をはじめとするサイバー犯罪、サイバー攻撃など、現代社会に深刻な悪影響を与える課題に対しても、グローバルに産学官が一体となって解決に取り組まなければなりません。本年の会合の全体のテーマである、われわれが求めるインターネット、あらゆる人を後押しするためのインターネットの下で、誰もが取り戻されることなく、取り残されることなく、 すべての人々がインターネットの恩恵を享受できるようするために、幅広い関係者がなすべことにつきまして、実りある議論がなされることを期待をいたしております。最後になりますが、ここ京都は、古くから日本の中心地として栄えてきた、豊かな歴史にと伝統が行き続く都市であります。皆様には、真剣なご議論の傍らで、空き時間や介護終了時に少し足を伸ばしていただきまして、ぜひ京都、 そして日本の文化や食事おもてなしをご堪能いただきたいと思っております以上をもちまして私の開会への挨拶とさせていただきますありがとうございました Thank you very much ありがとうございましたそれでは次にベラヨーローバー 欧州委員会副委員長からご挨拶をいただきますお願いいたします大臣ご来賓 IGF のメンバーの方々本日は鈴木大臣の大変素晴らしい お話の後にこのような機会をいただきましてありがとうございますこの美しい京都でお会いできること大変嬉しく思います京都は過去の伝統というものを守りながらまた将来の約束を持つ街でもありますこのような組み合わせを我々は達成する必要があります今現在のインターネットを考える上においてまずオープンで 世界全体において自由そして障壁というものをなくしインフォーメーションを共有するこういった理念のもとに IGF というものは反映してまいりましたそしてまた世界中で広がってまいりました情報の流れをコントロールしたりフィルターするというような なことなく自由にそしてまた IGF において、えー、人に関します知識というものも広まってまいりましたそして今現在偽情報というものが広がっていますこれは我々の統治システムに対しましての信頼感を失わせる結果になっております今現在 AI が指数関数的に増加しておりこれが人間の進歩にとりましても大きなメリットになりますが一方でリスクもあります AI を学んでそれに対しまして対応していく必要があります京都がそういったことをこれまで管理してきたように我々のマルチステークホルダーグループに関しましても過去というものを維持しながらそしてまたこの近代の新しい課題にも対応していく必要がありますインターネットがオープンでアクセスシブであってそして自由とそして尊重各個人が尊重されるような インターネットこれはイデオロギーだとかブロックメンタリティがないようなインターネットそして国連憲章において21世紀に向けてこのような取り組みをそれに進めていく必要があります2 0 2 0年の4月17か国が 調調印印ししししたたた声明にに関しままして皆様にも調印いいいだきたいと思いますし国連がグローバルデジタルコンパクトをこちらはえ国連の事務総長が提唱しておりますがこちらにも皆様の参加を期待しておりますそして鈴木大臣のリーダーシップの中でステークホーダーのコンサルテーションを行い生成 a に関します出身そしてまた マルチスティックオーダーコミュニティからいただきましたフィードバックをもとに行動規範を求めそしてそれを G7 のリーダーにおいてまとめていくというような形になりますけれども皆様にもぜひご参加いただきたいと思います。安全でそして規制ができるまではその橋渡しとしてそして EU 我々は今現在 AI 法の最終段階にあります。 原則そして法的な側面を持ちましたあ規則ということになります2024年になりますと多くの市民が民主的なあ選挙に参加することになります市民は情報に満ちた情報を基づ,基づきます決定を下す権利を持っています国庫によって操作されてもなりません EU はそれに対しましてえ偽情報だとかデジタル悪クトを通しまして そのような偽情報が広ががないようにそして、えー、自由で、えー、公正なオンラインのインバイル環境というものを拡張していきたいと思っております昨日最近素晴らしいおディベートがありましたそして国連はその中で役割を果たす役割というものがありますそして、えー、それがグローバルデジタルコンパクトにおいて提唱されております友人の皆様同僚の皆様我々の課題というものは過小評価することはできませんですけれども過去を 振り返り返そして将来に向けてそれを利用していくそれがまさに京都のような場所がやってきたことになりますそして我々が今回の年次総会からそういったことを学んで帰れればと思っておりますありがとうございましたありがとうございましたでは次にドリーンボクタンマーチン ITU 事務総局を先取りしまして、次のミーティングのご予定があります、アブドゥラ・アル・サハー、サウジアラビア通信情報技術大臣にお話をいただきたいと思います。では、アル・サハー大臣、どうぞ。 大臣の皆さん、そして来賓の皆さん、私どもが今生きている世界というのは分断化され、分極させています。デジタルの世界でも、アナログの世界でも同様です。デジタル経済の、失礼、伝統的な経済の分断化によって、グローバル経済の7%、あるいは7.4兆ドルが、 損失され機会となっていますでこの1億ぐらいの仕事が失われているということも意味します。これは全部足し合わせますと私たちがネットゼロを達成するそしてまたファンディングギャップを埋めなければいけないのは3.5兆,兆ドルというふうになっています。そして生成 AI が10倍。 より良いあるいはより悪いチョイスに導かれるということが示されています。私たちはインターネットで人,を人に力を与える必要があります。生成 AI があれば物が,が悪化する。例えばデジタル貿易に関しては分断化しています。例えば全ての貿易が今50%はデジタル化しています。しかし、誤情報あるいは偽情報があることによって、 800 10億ドルそれから10倍ぐら倍いいの被害にもつながっていますまた例えばデジタルデバイドを埋めていくそのスピードもこれによって遅れてしまいます。なので IGF2023 年においては来年の24年の話もしなければいけませんけれども一緒になってインターネットガバナンスフレームワークを 包摂的そして不可避的そしてまたマルチステークホルダー主義パートナー主義を埋め込んだ形で作っていく必要があります包摂性という意味では誰も取り残してはなりません26億人がまだインターネットに繋がっていませんですから今回は ITU の皆さんと一緒になりまして 2030年までにつながっていない人とつなげるという作業をしております。2020年からそれを始めておりますけれども、新しいビジネスモデルがしかしながら発生しています。5000億ドルぐらいがそのつながっていない人をつなげるためにかかりますけれども、しかしながら皆さんと一緒になりまして、マルチステークホルダー主義でもって、 つながっていない人たちを空から、つまり衛星通信によってつなげていくということをしたいというふうに思います。さて、この規制という意味においては、規制をしてそのレギュレーション、規制をしてイノベーションする、あるいはイノベーションをするために規制するということが必要であります。 サンドボックスガイアという私どもサンドボックスを生成,エネルギー生成 AI に関して作りました50カ国の皆さんが参加しておりますそして3億ドルをかけまして例えば倫理とかあるいはハルシネーションといったものに取り組んでいます最後になりますけれどもこのガバナンスの枠組みはマルチステークホルダーでやっていかなければなりませんそういう意味で この人類が2020年以来直面している難しい問題で例えば AIO やそれからインターネットソサイエティの皆さんと一緒になりまして5兆ドルでもって経済を守っていくそして200億でもって科学技術をワクチンのために投下するそしてもっと重要なのは日本がデータフリーフローウィズトラストを それから OECD の信頼できる AI の枠組みのために資金を投下することができて大変嬉しく思っております。私としては皆様方にいらしていただきたいということがあるんですけども IGF2023 年において対話を開いていきましょう。そしてインターネット私たちが 持つべき、そして持つ権利を持っているインターネットにしていくため、そしてあらゆる人を後押しするためのイン,パインターネットにするために、みんなでこのアジェンダを進めていくために協力をする、そこに皆さんをお招きしたいと思います。どうもありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました続きましした続きてドリーン・ン・ボグダンマーティン 国際電気通信連合事務総局長にお願いいたします。大臣、 ごご来賓ご来賓場のの皆様全ててプロトコルが実行されています長い間の友人そしてサポーターの方々 IGF の同僚の方々と今回は初めてになりますけれども ITU の事務総局長としてお話できることを大変よろしく思います。まず日本政府の皆様に主催国とお断ていただきましてありがとうございます。 G7 サミットにおいて、また G7 広島サミットにおいてデジタルの問題に関しまして、取り込んでいただきまして、ありがとうございます。デジタルテクノロジー大臣のデジ,デジタル技術大臣看護に関しましても、ITU は積極的に参加をしております。G7 でも G20、そして G77 において、また先月は 国連の総会でもデジタルテクノロジーの議論が行われておりますデジタルテクノロジーを使うって我々のグローバルの課題に誰もが対応しようと考えているわけです一つの数字を見ますとこの勢いというものを反映していますそれは SDGs のターゲットの中でテクノロジーの恩恵を受けるものです ITU はこの数字をントにしております 70%ですこれは大きな数字になります SDGs のデジタルアクサレレーションのアジェンダというものを UNDP で提唱しておりますデジタルイベントがニューヨークで、えー、国連の GA のハイレベルウィークの前に開かれましたけれどもその際に今この数字というものを示しました今現在 SDGs のターゲットに関しまして15%の波が予定度に進んでおります AI はこれは安全にそして先に 栄養を持った形でこの効果というものを数倍にする可能性を持っていますその成功の指標に関しましてはこれは我々のキャパシティに依存しています我々がこういったテクノロジーを活用することであらゆる人にあらゆる場所で恩恵を提供する必要があります今 ある沢大臣がおっしゃったようにデジタルの世界において今26億人の方々がインターネットにつながっておりませんそして多くの女性だとか弱者がデジタルデバイドの弱者になっています基本的なデジタルインフラにアクセスできない人がいるわけですそして一部の方々が AI テクノロジーからの恩恵を受けるというような状況を作ってはいけません我々は、えー 私たちの望むインターネットというものを皆さまと一緒に構築していく必要がありますしたがって世界情報社会サミットにおきます協力が重要であるわけですマルチステークホルダーモデルというものを利用しそしてデジタルの問題というものを 2000年代のの初期にに立ち戻って考考ええることとがでできます当当時 IGF いいうものは本当に新しい考え方でし方たそして WISIS がこの役割をマルチスティックホーダーのフォーラムとして立ち上げましたけれどもグローバルのデジタルガバナンスイシーをディスカッションする場となったわけですそして今回の年次総会はこのプロセスに貢献するものでもありますしそしてデジタルの発展に関しましてグラスルートのディスカッションの場にもなっています IGF でのディスカッションそして WISIS のフォーラムがお互いにつながっています WISIS のアクションラインと SDGs も関係強い関係があります来年のサミットを考えるときにそしてまた将来を考えるときにこれは1段に1回の機会だと考えられまして我々が求めるデジタルワールドというものを皆様と作っていきたいと考えます グローバルデジタルタコンパクトのディスカッションも集合的な学習の場ということになりますしこれは IGF とそれからビジネスのプロセスも貢献できうところにもなりますそしてそのプロセスにおいて我々はこれまでのことを振り返る必要がありますどこにギャップがあるのかが今後の2030年に向けた道のりというものを探っていく必要があります2006年の IGF において 一人のスピーカーがインターネットは子どものようにだと言いました。子どもというのは変わっていきます。急激に成長していきます。今現在、インターネットは人類の最もパワフルなリソースの一つにまで成長いたしました。皆様、我々一緒になりまして、この分断というものを埋めていきましょう。そして、SDGs の目標に向けて、もう一度重要な活動を を活性化ししていきましょうそして皆様と一緒に私たちの望むインターネットを作っていきましょうありがとうございました Thank much you very much. ありがとうございましたでは次に村井淳慶應義塾大学政策メディア研究科教授に演説をお願いしますでは村井先生どうぞ Uh, ご来賓の皆さんそしてご参加の皆さん京都へようこそ皆さん本当に心から関係したいと思います2023年は非常に大事な年になると思いますこの国のインターネットコミュニティにとっては ITF を春に主催し APNIC のミーティングをここで行いそして 今や IGF をここで開催しておりますので本当にこんなに多くの方々がこの国に来ていただきそして知恵をお分けいただいてインターネットの未来についてインターネットの問題について語り合ってくださって感謝申し上げます。さて2023年でありますけれども思いますに歴史的な理由として インターネットが過去30年どのようになってきたのかを振り返ることができると思います多分20年30年どうでしょうかまず非常に限られた数の人間だけが開発をインターネットに対して行っておりました当時はインターネットは 私たちだけのものになるだろうと思ってたんです開発者だけのものになると思っていましたインターネットコミュニティイコールインターネットの開発者だと思っていたんですでもビントさんと私がディスカッションを1995年でしょうかこれはみんなのとってのインターネットだというふうなディスカッションを始めたんですアイザックのモッ元としてそういうことを言い始めましたそして2000年 にインターネット人口はだいたい全人口の6%でしかありませんでしたもはや今70%になっていますそして今や私たちはですから包摂性インターネットの包摂性の議論をしなければいけない状況なんですそういった歴史を考えてもう一つ日本の視点も加えていきたいと思います1995年のことなんですけれども私ども大地震がありました 関西エリアまさにこの地域です,です。そして当時は大変。人々がインターネットと、そして世界の協力人の命を救うための、そして災害復旧のための人の力や協力の力を実感したんです。ですね。1995年というのがこの国にとってのそのインターネット。 そのあとも大地震がありましたけれども2011年例えば当時はスマートフォンがありましたですのでこれで多くの地命を救うことができたんですその地理情報位置情報などがスマートフォンから発せられたからですですのでこの30年間あ失礼3年間 コロナで私どもコロナ禍で大変な思いをしておりますけれどもそれもやはり人々が例えば画像とかあるいはテレビ会議とかリモートワークとかそういったものの価値を認識した2年3年だったというふうに思います。多分人々が このメリットを理解すするスピードが10倍になったと思いますインターネットインフラの重要性やそのパワフルさに10倍ぐらいの速さで理解が進んだと思います。で今 AI の話それから新しい技術の議論をしておりますけれどもインターネット関係で。でそういう意味で私たちが先端技術を手に入れた時 その時には適正なテクノロジーの利用というものを考えるべきだと思います。また同時にアビューザーつまり乱用者も出てくるということを忘れてはなりません。ですからサイバーセキュリティの問題は共に手を携えてその乱用者に対して対抗していくことが必要です。同時に インターネットの技術を適正に使うという場合には一緒に倫理的な利用について作業することができると思っております。ですのでこれは大変素晴らしいマルチステークホルダーとして集まる機会でありますのでインターネットのガバナンスの未来についてディスカッションをできます。そして京都会議があの時に 倫理的なインターネットの利用が始まったよねというふうに振り返ってもらえればなと思っておりますありがとうございました続きましてトリプティシーナアイキャン理事長からお話をいただきますお願いいたします 大臣閣下そして同僚の皆様、ご参加の皆様、こんにちは本日は第18回 IGF 年次総会にこの美しい京都で参加できた大変な仕組み思いますインターネットというものは我々のコミュニケーションの方法ビジネスのやり方だとか情報へのアクセスそして世界とのつながりを大きく変える変革的なテクノロジーになります 今80億人の人たちがオンラインになっていますこれまで以上にお互いがつながり合ってるわけです最近のコロナのパンデミックを見ましてもインターネットがいかに重要かということが分かります我々のライフラインになったわけですそして情報を集めそして教育を提供しさらに重要なことはこの危機の段階において危機の時代において人々をつなげるものになっていますインターネットというのは 人権と言ってもいいほど本当に重要なプラットフォームになっています今回のフォーラムにおいて私たちと望むインターネットあらゆる人を後押しするためのインターネットに関しますディスカッションを行っています皆さまち一緒になりまして、えー、普,遍的普遍的なデザインそしてオープンでアクセッシブルでそして包摂的なインターネットそして、えー、あらゆる個人を、えー、後押しするためのインターネットです私たちがこういったインターネットの議論をするときに歴史を少し振り返りたいと思います 未来というのは歴史のレッスンからいい面も悪い面も成り立っているわけですそして将来を見るときに元々の原則ですけれどもオープンスタンダードオープンアーキテクチャそして相互運用性というものがあったわけですそれに2つ追加したいと思いますオープンマインドとイマジネーションですこういった原則をもとに技術コミュニティがこの 素晴らしい変革というものをもたらしたわけです。インターネットを介してです。そしてインターネットが実行可能にしたような変革というものが、我々の人の生活自体を大きく変えることになったわけです。私たちの望むインターネットに関しましてコメントをしたいと思います。まず一つはデジタルの包摂性です。将来、 場所にかかわらず言語にかかわらず社会経済のレベル文化にかかわらずインターネットを利用できるようにするそして世界への信仰経済が繁栄する教育レベルが高まるそして国が 成長するそれはグローバルのリソースへのアクセスができるからですまたインターネットというものが世界のあらゆるところで指キャスに利用できるということまだ今インターネットにつながってない人々をつなげるそしてそうすることでサービス教育へのアクセスを高めるヘルスケアへのアクセス経済的な機会へのアクセスを高めるということまたインターネットのアクセスを拡大するということはインフラを構築するということではなくて価格のですデジタルリタラシーだとかまた価格 国に関連するサービスコンテンツを作る必要があります政府民間そして市民社会がお互いに協力することであらゆる市民その場所に関わらずまたその言語に関わらずデジタルエイジの恩恵を受けるようにする必要がありますあらゆるステークホルダーに参加いただいてインターネットというものがさまざまなアイディア情報の交流の場になってさまざまな背景文化を持つ方々が この IGF のコミュニティに関しましても多面的なコミュニティにしていく必要がありますそしてインターナショナル・アルチスティックオーダーのプロセスで IGF はさまざまな課題にこれまで対応してまいりましたインターネットというのはネットワークの中のイン,インターネットワークということになります。 そして様々なセクターが一緒になって対話を持ってそして意見というものを交換してコンセンサスベースで意思決定をしてあげたわけですこのようなアプローチ広い民主化包摂性ステークホーダーの参加が自主的なスタンダードそして ベストプラクティススタンダードそして信頼に基づく協力関係で出てまいりましたこのようなマルチステークオーダーのモデルというのは法制性参加透明性専門性こういったものが必要であってこれがインターネットに関係いたしますディスカッションでは必要になります透明性ソーシャルセキュリティが必要になります信頼が極めて重大なあ重要な時代になっていますで,で技術的なあ なそしてセキュアな安全なインターネットを構築していくということが必要ですしさらに安全でユーザーフレンドリーなインターネットにしていく必要がありますこのようなミッションを実行する中でマルチステークホルダーのモデルというものが重要であって政策決定者学術界企業そして市民社会が 技術、コミュニティと一緒になりましてインターネットの未来をディスカッションするということは大変有意義であります。あらゆるステークホルダーが集合,集合的な目的として私たちの望むインターネットというものを決定していくそしてよりお互いに密接につながるような未来をそれをもとに作っていくこれが重要になります。そして デジタルエクスペリエンスに関係いたします新しいテクノロジーですが昨年はテクノロジーの大きな進歩がありました今現在我々はちょうど AI というブレイクスルーのテクノロジーの分岐点にありますまた、えー、量子技術が通信でも利用されるようとしておりますデジタルエクスペリエンスも 大きく進歩しておりますしまた AI というものが我々の生活を大きく変えるということは間違いないと思いますがでもこれはグローバルに影響がありますそして量子技術もそうですこちらもイノベーションをもたらす重要な技術になりますこれも大きな変革をもたらすと思いますしお互いにつな,がつながったそのインターネットというこのネットワークをさらに強化するようなテクノロジーにもなります 我々が一緒になりまして明るいインターネットの未来というものを描きそしてお互いに感化を与えながらそして創造性とそして繁栄というものを渡しましょう IGF の事務局の皆様あそして今回の主催局の皆様に感謝を申し上げますまたご参加いただいています皆様に感謝を申し上げます皆様の参加というのは我々のフォーラムのお成功の大変重要な側面を持っております 皆様と一緒に私たちの望むインターネットを作っていきましょうありがとうございました Next,、like、to では次にジグビオルンイエルスウィークノルウェー地方自治地,地域開発大臣に演説をいただきますイエルスウィーク大臣どうぞ 大臣の皆さん、そしてご来賓の皆さん、議員の皆さん、代表団の皆さん、そしてご参加の皆さん、まず最初に、日本の政府に対して、この重要なフォーラムの主催者になってくださったことを感謝申し上げます。歴史のある京都という美しい都市を開催地に選んでくださいました。ありがとうございます さて IGF これは非常に強いオープンなアクセス可能なそして包摂的なインターネットを主張してきました2006年にできて以来のことです IGF はステークホルダーが さまざまなセクターからやってくるプラットフォームになっておりまた協力のプラットフォームになりそして私たちが望むインターネットをいろんな人たちを巻き添えにして議論をしてきました我々の今回のホストの我々が求めるインターネットというそのテーマに合致した形です 今までずっとインターネットのインパクトというのは強いですけれども今ほど強かった時はないというふうに思います。政府、市民社会学、学会、それから民間部門、こういったところが、それから技術者も含めて議論が行われております。現在のフォーラムにおけるディスカッション、そして 全てのステークホルダーを含めようとする意欲こういったものが IGF の特徴であるというふうに思っております。私たちはしかし今後とも対話を強化をしてこの憂慮するべき事象に対して対応していく必要があると思っております。 この分野における重要性が戦略的に重要になってきておりますのでインターネットガバナンスに対する脅威も増えてきています。私どもノルウェーは小さな国でありますけれども包摂性のパラドックスに悩んでおります。つまりは全ての小さなインパクトが将来のインターネットに影響を及ぼしかげないからです。 まなイニシアチブが今増えておりますけれども我々としては IGF を非常に重要な包摂性のあるフォーマットとして全てのステークホルダーが参加できる形態で今後とも維持していただきたいと思っております。今年初めにインターネットガバナンスフォーラムを2025年に開催したいということで手を挙げました。 私ども小国でありますので包摂性のあるマルチステークホルダー的インターネットガバナンスは重要であると考えていますアフリカでもそれからアジアでもこのような形で重要視されている状況が増えてきているというふうに思います。また数多くの経済がインターネット とに関して官民共同で持って法を進めようというふうにしているというふうに思っておりますそしてインターネットによってさまざまなことが可能になるようなインフラが重要であると考えていますノルウェーとしては2カ国間それから2国間のパートナーと一緒になりそれから民間部門と一緒になってそういった投資に失礼途上国に投資をしていきたいというふうに思っておりますだってインフラの整備これは デジタルテクノロジーの展開には必須の要素となっていますデジタルソリューションが発展には重要だと考えておりますウクライナの市民が 例えばスマートフォンでもってさまざま政府のサービスにアクセスができているようなことというのは戦争にあってもそれが可能であるということを見ますとウクライナ政府がコミットをして全てを公共サービスをデジタル化することに対してコミットをしているからであると考えております。でですので ウクライナ人の戦火におけるニーズに政府が対応できるということはいかにウクライナが行政をデジタル化するために今までどれだけ投資をしてきたかということを示すものであり危機にに対応すするる上おおいいててもそれがが重要であるととうことが分かっておりますでデジタルシステムをきちんと持っているということそしてスケールアップを急速に行うということそれから 適切にに人々にサービスを提供すするととということが極めてて重要だと考えております例えば新興技術である AI こういったものによって技術の発展がまだリスクも伴っているということが分かりましたノルウェー政府としては優先順位を高くして規制を作ろうと思っております。つまり テクノロジーあるいはイノベーションそれからさまざまな形で人権やプライバシーを守った形で責任ある形で行うことを義務付けるわけです。ノルウェーのポジションははっきりしております。人権というのはフィジカルワールドのみならずサイバースペースでもやはり重要だということに関しては揺るぎはありません。マルチステークホルダーモデルを IGF が持っていらっしゃっていること。 それから被差別国籍によるあるいは民族によるエスニシティやジェンダーや性別や経済的な状況による被差別これが IGF が行っておられますので私どもとしてもそれを重要視したいと思っております。そして政治的市民的経済的社会的な権利もインターネットによって守っていかなければなりません。 私どもは今後ともこういった権利をデジタルの中でも守っていきたいと思っています。そういう意味で IGF がさらに重要視されるのではないでしょうかベストプラクティスの共有の場としてそして最低限の規制でもって必要なツールをこういった発展に使えるようにするためであります。 欧州加盟国はサイバースペースに関して責任ある対応するべき枠組みをサポートしています。大きなルールとしてはサイバースペースにも国際法を適用するというふうなルールなども指示をされております。我々としては持続可能性というのが大変優先順位高いわけです。でですので デジタルインフラのもたらす環境へのインパクトを重視していますそしてまたさまざまなマナセクターによる CO2 の排出がデジタル利用によって削減できないかと考えております IGF はさらに加えてデジタルテクノロジーの役割がより持続可能性にどういう役割を演じるのかという議論の場ともなっています。 これは例えば技術を気候変動の削減のためそれから適用のために使うあるいは持続可能な農業そしてスマートシティなどに展開するというようなトピックです。イノベーション豊かなソリューションやストーリーを共有することによりましてお互いの刺激になると思います。そして テクノロジーを持続可能な開発のためのツールとして作るそしてより良い全ての人にとっての将来を作っていく上のツールとして考えるということです私どもとしては一緒になって IGF を強化していきましょうそして皆さんをノルウェーに IGF 2025年に出席していただくためにご招待申し上げたいと思います 多様性とコラボレーションでもって活性力のあるデジタルエコシステムを作っていきたいと思いますありがとうございましたありがとうございます続きましてウィント・オーサーフ様 IGF リーダーシップパネル議長でいらっしゃいますそれではサーフ様お願いいたします 皆様京都に戻ってくれて大変うれしく思います本当に歴史と思った美しい街ですイノベーションの場所でもありますし我々は大きなインスピレーションを受けておりますまた総理外の方もおっしゃったように日本国の主催に関しまして感謝申し上げますし IGF2023 年のこちらの総会に向けましての皆様 政府の取りに関して申し上げますまた今朝出場からも始まりましたしまた IGF に関しまして本当にもう生産的な 1, 1週間ということになっておりますデーゼロが昨日ということになりましたでプログラムを見ますとゼロから始まるということでこちらに関しましてもあの嬉しく思っておりますまたリーダーシップパネルのメンバーですがたくさんのセッションに参加をしています 今後合計でレポートによりますとですね300のセッションが行われると理解しておりますその100の方からそのように聞いております本当に大きな数字になりますもちろんその300のセッション全てに参加することはできませんけれどもできるだけ多くのセッションに参加したいと思っています我々は IGF においてはその審議において新しいアイディアを,を お互いに共有しています。で、皆様のその知見というものをま共有して、えー、お互いにインターネットの運用の方法に関しまして、学びやそして影響を与える与え合うことができると思っています。マルチステイーク、ホルダーアドバイザーグループに関しましても感謝申し上げます。毎年この総会というものを事務局と一緒に。えー 主催しててくれていますまたポールが、まあ、マグのチェアだったわけですが、えー、人気がまもなく消えるとあきれるということでポールに皆様と一緒に拍手をしたいと思いますまだ我々は大きな関心あ今回のこうファシリティあルワンダそしてスウェーデン そしてデジタルガバナンスコンパクトに関しましても寄せて高い関心を寄せておりますけれどもインフォーマルとフォーマルのインプットというものをいただくことになっております。これは2024年に向けて活用してまいりますし我々の将来に対して大変重要なものでもあります。また未来のサミットですけれども,もこちらが 今後の構造だとか、またその運用、インターネットだけではなくて、多くのそれ以外の主題に関しまして、地球温暖化の問題もそうですが、こういった議題に関しましての方向性というものを示してくれると思います。またリーダーシップパネルのお方々、マークもそうですし、 マーチ・ステイクオード・アドバイザー・グループ、マグ、そして IGF にご参加いただいています皆様にはぜひお願いをしたいんですが、私たちの求める、私たちの望むインターネットに関しまして考えるときに、ハウということを考える必要があります。単にこういったインターネットを望むということだけではなくて、それをどのように達成するのかを考える必要があります。なので、ハウという点。 に関しましままてて我々が明確化しております私たちの望むインターネットどのように達成するのかということこれをぜひ考えてもらいたいと思いますそして我々はこの私たちの望むインターネットに関しまして来年そしてその未来に向けて実行段階に入る中で その実すそしてもしその「ハウ」ということを考えなければ優しい的には私たちと望むインターネットではなく私たちに似合ったインターネットにしかならないということが考えられます。 そしてまたインターネットが提供する接続性強力な接続性というものがこれまで何度も言及されておりますが接続性を利用して誤情報偽情報がポジティブな情報の中に紛れて拡散しているわけですそういった問題にも対応していく必要がありますしこのような問題を抑制していってそして有用な情報がインターネットに表示されるようにする必要があります。すなわち これは持続説明責任ということそれからエージェンシーこれを利用して安全でセキュアなネットワークというものを構築していくとリーダーシップパネルが考えておりますのは皆様と今週ディスカッションにおいて寛容しそして未来も皆様と寛容し ナシュになる IGF ミーティングリジナル IGF ミーティングにも参加をしていきたいと思っています総会だけではなくこのような各国の IGF だとか地域ごとの IGF においても生産的なディスカッションの場となっておりますので大変重要だと思っておりますこういったイベントのその経験というものを毎年お互いに共有,共有し学んでいくことが重要だと思っています あの今週マルチステクークホルダーウィークということで生産的なディスカッションを楽しみにしておりますしまた来年の総会も楽しみにしておりますありがとうございましたでは次にビヨン・ベルゲ様欧州評議会事務次,事務次長にご挨いをいただきたいと思いますベルゲ様どうぞ 大臣の皆さん来賓の皆さんそして参加者の皆さん来場の皆さんこの部屋の中にいらっしゃる方の中には多分インターネットが出る前の人生を知らない方もいらっしゃると思います例えば百貨店があり電話ボックスがあり 実際に手書きの手紙を郵便配達人が届けてた時代というものがあったんですそしてオンラインでもって高速のコネクションができたことによってこんなものが全部変わりました、うん、多分私たちも変わってしまったかもしれません今のモダンな生活はすぐに何かが欲しいと。 ひょっとしたらもはや私たちは仕事をするのもやめてしまうかもしれませんインターネットが私たちの時代の変革的な技術といえばこれが最右翼でありましょう。 先ほどのウィントサーフさんがおっしゃいましたけどもウィンドサーフさんのような方がいらしたおかげでインターネットのプロトコールができましたそしていかにインターネットが今このように機能しているかについての基盤を作ってくださったわけです。そして46のメンバーがある欧州協議会でありますけれども私どもとしては。 デジタル世界の脅威についても議論をしています1996年から交渉を開始したんですそれがブダペスト条約サイバー犯罪に関するブダペスト条約となっています現在68カ国が批准をしていますそして100以上の国がこれを刺激として国内法に展開をしていますそして 彼らがオンライン犯罪に闘っていくための支援をするという意味で実際ヨーロッパにできた条約ではありますけれども世界中で使われております2つのプロトコルがあります1つは人民人種主義それからゼノフォービア外国人嫌いに対するプロトコールそれからもう1つが別のものというふうになっていますブダペスト条約があることによって でマルチステークホルダーアプローチの重要性が強調されていますデジタルの世界を規制するにおいてですもちろん当局にとってもそうですけれども市民社会にとっても民間部門あるいは技術そしてプロフェッショナルな 人々もこれに参加してくださっており私たちが対抗をしていく上でこういったものに依存もしており皆さんに参加していただいておりますそういう意味で IGC がそのような包摂的なアプローチを取ってくださっているということに関してそれを多とするものでサポートしております。設立、えーワイ 20年前にできて以来ずっと私どもはその組織をサポートしてきました先端技術イコールもっといろんなことをやらなければいけないということにもなります政府やそれ以外のアクターがきちんとしたスタンダードを作っていかなければいけませんイノベーションが全てに悲鳴するようなものになっていくためです AI は非常にいい例だというふうに思います そのメリットを取り込みそして危険な部分を減らしていくこれが私たちの今日における最大の課題ではないでしょうか。よって欧州評議会は国際条約を作業中であります この AI のシステムのデザインそして利用開発に関するものですその交渉は現在進行中であります46の加盟国がそれに入っておりまたオブザーバー国プラスヨーロッパ以外の国も入っています国際組織も入っておりますし民間部門プロの皆さんプラスそれ以外の参加者もありますまさにマルチステークホルダーのプロセスであります 私たちはオープンで実際に他の皆さんが参加してくださることを歓迎しています。目的や価値観を共有する限りにはおいて共有するかりにおいてです。というのも私たちできる限り幅広いものにしたいからです。もちろん来年5月にはその交渉が最終化されます。ということで皆さん最後に本当に心よりの。 感謝を日本のホストに対して、そして igf の事務局に対して表明したいと思います。このような大事な会議をこうやって組織してくださいました。日本はイノベーションと言ったらイノ日本です。そして、この国がまさに。いかにインターネットがオープンで、自由でグローバルな全ての人にとってのスペースでいられるかという議論をするに最適な場所だと思います。どうもありがとうございました。 ありがとうございました、えー、それでは次にリアマニラテイカ様タンザニア高等裁判所ハンジから演説をいただきますお願いいたします 大臣議会のメンバーの皆様政府の皆様ご来,賓ご来場の皆様こちらの会合がどこかで行われていると想像してみてくださいどこか遠い国で行われていると想像してみてくださいまたは宇宙で こういった会合が開かれていると想像してみてくださいこれはかなり先の未来かもしれませんそして皆さんがそこに行ってそして素晴らしい人々と出会う有効的でありそして素晴らしい人々であるとそしてその後数分経ちますと自分自身が違うというふうに感じます自分自身があ見た目も違うし考え方も違うと思うかもしれません そのような状況を考えてみてみくださいそして9,000人の方々がその会合には登録されているそういった状況において皆様は何をされますかそれが私が今現在ここで感じているような心境です。というのはこちらにいらっしゃる皆様の中で私が判事唯一の判事だからです。なので私のクライアントが どれだけのそのオピニオンを書いてそしてそのような状況を用いた時に私が思ったのは皆さんは本当に素晴らしい重要なプロセスを実行してらっしゃる考え感じました世界のために貢献していらっしゃるということを理解と感じましたですけれどもその司法の 代表者を関与させてい,ただいてないということをご理解いただきたいと思います。世界中のたくさんの判事、裁判官がおります。そしてまた検察の方々もそうです。今回こちらに事務局からあ招待いただきましたときに。 えー、そのどのトラックに参加してもらったらいいのかということが事務局側でも分からなかったということで判事、えー、がこのようなイベントに興味を持ってそして満員絶をすることになったわけですが事務局としては、えー、どこで話をしてもらえればいいのか分かったのかということで、えー、私はその議員のパーラメンタリアントラックに参加するということになりました。なので、えー 昨日は実際にその議会の皆様と一緒に議会を会合を持ちました,持ちましたそしてコム・ウルスの中で司法長官というのはもう,もういらっしゃいましたけれども昨日は司法長官のような形でデリバースピーチを行いまして であるそのパネリリストが南アフリカからご参加でしたその人が私たちに対しまして一緒に動くことの重要性をおっしゃいました。早く動く場合は一人で動くべきだと。もし遠くにまで行きたいような場合は。 多くの人とと一緒にどううするべきだということをおっっししゃってましたでこのメッセージは本当に私はシリアスに考えたいと思います。そして来年もしこちらの素晴らしいフォーラムに招待いただけるということであればもう孤独ではないというふうに感じると思います。正直に申し上げまして私のように今その感じている人はこの場にはいないかもしれませんけれども。 そしてどうして実際に判事がこのようなプロセスに参加する必要があると私が思うのかまず1つ目は法制度を決定する時にはまずその司法制度そして司法の人間が必要になります議会でもそうですそしてシンクタンクもそうですが どちらかというと理論,理論的であって最終的に判事が最終的にこれが正しい解釈ですよということを言うわけです。なのでもし皆さんのプロセスが実際に導入されるときに最終的に判事が決裁を下すとなった時にですね例えばインターネットガバナンスに関しましてもそうですけれども もし判事がすべてのそのアプリケーションに関しまして理解できないからこれはダメだと却下をしてしまうということにならないようにもちろん何もわからないことに関しましては判事はそういったことは言わないと思いますけれどもなのでそのようなことが起こらないようにしてもらいたいと思います。そして IGF の事務局の方々、ぜひお願いしたいのは司法のトラックというものを設けるということです。ありがとうございます。皆様のディスカッションを聞いておりまして、これは影響力が持っていると思いましたし、意味があることだと思いました。インターネットの自由。子どもたちの 子どもたちをインターネットで守ることにつながるそして情報の自由 AI の AI を受け入れるということそしてウェブ3 2 5 3 0こういったものが最終的にはデジタルスペースにおけます法の支配ということになりますもし法の支配を支持しないということであればこれは デジタルスペースその判事全くインターネットの自由だとかそういったことを理解してない人が判断をしてしまうということになってしまうといけませんなので私は単純ニ簡単に考りましたけれどもタザニにがどこか知らない方もしおられましたら地図上で 北陸で最も高い山があるところ、世界キリマンジャロというです、ね、世界の三大鉱山があるところがタンザニアということになりますので、そしてタンザニアにおいて、本日は私は皆様に。 お願いをしたいと思います。皆様の各国の判事、igf の,の会合に招待をしてください。そして、皆さんの各国の igf にも関与をさせていただきたいと思います。その判事が。キリマンジャロゾンジバの土地から来たそ。その判事えがアカデミア出身であって、そして大学で。 科学を教えていた人そしてそんなトライジ g フに参加をしたそして皆様が大変す晴らしい作業をしてらっしゃるということも理解しておりましたしなので今回参加しただけには。 私の自国での IGF に参加したその理解をもとにこのような総会に参加できるような状況にしていただきたいと思いますなので各国の IGF のプロセスにそれ,それぞれの国の判事の方にも関与してもらいたいと思いますそして日本に関しまして革新的な国でありまして本当におもてなしの国だと思いますし感謝申し上げます鈴木大臣そして岸田総理も まさに私歩夢が実現したような私にとりましてはこの瞬間だったわけですけれども、も参加あの皆様皆様にもそうです。本当に今回日本のおそのおもてなしから学んだことは多いというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん。 先日セッションの最後になりますけれども皆様方国連そして日本政府にそれから加盟国メンバーの皆さんにご意見の表明いただいたことをまずは感謝申し上げたいと思いますそれではこちらを出られる前にどうぞお忘れ物なきようにそれから同時通訳レシーバーは 出口のドアのところのスタッフにどうぞお渡しくださいさて今晩ミュージックナイトですけども7時からプリンスホールこれはプリンス京都宝ヶ池の B2 のフロアなんですけどもこちらで開かれますこのセンターの隣にございますどうぞご自由にこの素晴らしいミュージックナイトにご参加くださいどうもありがとうございました